ミュウ。何？何をしてんですか？今 YouTube 見てた。ここは何？秘密基地。完成したん？うん、完成した。じゃあ紹介しますか。はい。はい、今回は私の秘密基地を紹介したいと思います。完成したん？はい、ついに完成しました。それではレッツゴー。じゃあまず中はこんな感じです。こんな感じですか？うん、かわいいでしょ。めっちゃ狭いね。狭いけど、狭いってか双子だから狭いところが好き。じゃあまず双子だから狭いところが好き、どういうこと？いやなんか双子ってさ、なんかさ狭いところ好きじゃん、なんかなんて。そうなの。うん、生まれた時がお腹の中が狭いじゃん。で、なんかちっちゃい頃から端っこが好きなよ、ハクトとミユは。で、なんか落ち着くらしい。そうだ。うん。そういうことですか。うん。まあ父さんも、父さんダメだな、ひどいところが好き。父さんあれ言うけど、父さんここ入ったら絶対無理じゃね、うん、壊れるね。壊れる。入ってもいい。いろいろ。いやダメだね、絶対ダメ。入っていい。うん。絶対破壊されるかもしれんな。うん。じゃあまずここから紹介したいと思います。はい、お願いします。で、ここには棚があります。で、これはアマゾンで買いました。これは自分でチェッカー柄に貼りました。このチェッカー柄のシートはアマゾンで買いました。じゃあここはね、これはアナップさんの写真立てで、これはこのラブは100均で買いました。これ結構おしゃれで可愛いです。で、これもこの本みたいなやつは100均で買いました。2つとも。他にも黒色が入りました。で、中はちょっと1つしか入ってないんですけど、で、もう一つの方は、あ、これはちょっといろいろ入ってるんですけど、これ、鬼滅とヒロアカの絵とか写真があります。こんな感じでいろいろ入ってます。で、次に、ここの中を紹介します。ここの中は、まずこれは雑誌があります。前このベッドの下に置いてたんですけど、夢のベッドの下に置いてたんですけど、ここに移動させました。で、いろいろ本があって、あとこっちにはこの中にはいろいろの、これはワセリンがあって、で、これはメナードのパックがあって、で、これはお母さんの友達のママからもらいました。めっちゃ可愛いです。ハンドクリームです。こっちのケースにはこれ全部100均なんですけど、ネイルのセットがあります。これはネイルチップ、ネイルチップって、これはなんかネイルカラーチャットスティックで、これはネイルチップの箱、ネイルチップが入ってます、この中に。で、これはあのホログラムを夏休みにしたくて買いました。これはね、ピンセット、ネイル用の。この中には以上です。ここにはゴムとかピンが入ってます。ちょっと開けてみます。こんな感じでいろいろ入ってます。で、ここにはちょっと汚いんですけど、アイシャドウが入ってます。で、ここにはピンが入ってます。いろいろ入ってます。こんな感じで、ここにはもう大量のネイルが入ってます。いろいろこういうネイルが
ってます。これはこれはね、チップをつける貼るやつです。はい、こんな感じ。ここにはネイルセットとかネイルが入ってます、いっぱいです。ここにはここにはね、リップとかアイシャドウかな、アイシャドウがパンパンに入っております。リップとアイシャドウかな。で、このケース、このクリアのケースは100均で買いました。で、最後ここにはスイッチが入ってます。スイッチが入ってます。で、この秘密基地でよくスイッチをやってます。はい、こんな感じです。で、この中は以上です。はい、じゃあ秘密基地の中を紹介したいと思います。ゴー。狭っ。ちょっと狭いんだけど、でもこれぐらいがちょうどいいかな。じゃあまず見るかな。ここのこのライトはニュールームって書いてあります。これはサンキューマートさんで買いました。ニュールーム、はい、こんな感じで光ります。これめっちゃいい。いろんなこれ、変えたかったら取り外しとかもできるのでとてもいいです。じゃあ次はここ行きます。じゃあまず 3C のポーチ。 3C のポーチは友達からもらいました。で、これはファンの子からもらったメモ帳と、あとこれはキラキラ光、これはね友達からもらいました、誕生日プレゼント。これめっちゃ可愛いです、ありがとうございます。で、これは100均で買いました。これはめっちゃ可愛いです。で、次は隣はこれめっちゃすごいんですよ。これはファンの子が作ってくれました、ありがとうございます。めっちゃもういろんな、ちょっとほらこういうのとかいろんな感じで、もう本当に嬉しいです、ありがとうございます。こんな感じでいろいろほら写真とかいっぱい、これを引っ張ると小さい頃の写真かな、私とアクトといいかな、小さい頃の写真があります。これ本当にすごい、ありがとうございます。この2つのカゴみたいなやつは100均で買いました。じゃあ次ちょっと見えるかな、ここの部分、ここら辺行きたいと思います。で、これはこのクッションは100均で買いました、ふわふわのハート。はい、これは雑貨屋さんで買いました、フラミンゴ。他にもいろんな種類が入りました、サボテンとか。これは光ります。これは本当は光るんだったんですけど、ちょっと落として壊れちゃったんですよ。だからちょっと本当は赤に光るんですけど壊れちゃったので光りません。これはサンキューマートで買いました。じゃあ次ここで、ここ見えるかな、これはファンの子が描いてくれました、ありがとうございます、めっちゃ可愛いです。で、このライトは TikTok 撮るときとか写真撮るときとかに用にここにあります。で、これはもう結構伸ばせます、こんな感じで。ここ見えるかな、ここにはこのペン立てはダイソーで買いました。で、これはメモ帳があります。で、ここにはペンがあって、これはお絵かきするとき、できるかな、頑張れ。ここにボードがあるんですけど、これはお絵かきできます。
イエイって感じでお絵かきしてます。このボードはマグネット付きで銀で売ってました。めっちゃ可愛いです。でこれもファンの子が作ってくれたんですけど、これはめっちゃすごい、本当にありがとうございます。でここにつけてます。かわいい。じゃああとこのクッションはこうやって抱き枕で中にこうやって YouTube を見るときとかにこうやって見てます。これなんかニトリで買ったんですけど、最初はこれ餃子だと思わなくて、ここに見たら餃子って書いてあって、あ、餃子なんだって思って、めっちゃ可愛いです。このバナナもあったんですけど、私は餃子にしました。で、よし。で、この下のモワモワは Amazon で買いました。ちょうどいい大きさです。で、座布団？座布団、うん、座布団、座布団です。めっちゃモワモワで可愛いです。はい、こんな感じです。はい、今回は私の秘密基地紹介でした。もしこの秘密基地がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイチャー。